はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニューステイトやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ今日も今日とてアキンタ遊んでいこうと思うんですが、どの町に降りるかはね、神のみぞ知るというわけで、ちょっと一旦見ていきましょうか。あー、まあ人がまずは右に降りて、で真ん中降りて、今6人ぐらい降りたか。戦いのプロっていうのはですね、飛行機のね、この搭乗中からね、もう相手の様子を視察して、もうしっかりね、どこに敵がいないかをまずは見るわけ。はい、アストラにでも行きましょうか。まあこの街は非常に大きな街ですね、だからまあ初動をかぶっても、まあ家屋とかね、うまく使えばなんとかなるんじゃないでしょうか。だいぶ喉がまずいです。というわけで一旦行きましょう。初動でさ、マイナス33とか食らいたくないよな。マジレートポイント命なんで、一旦ね、安定ムーブで行く。初動は安定ムーブが、まあ、一番いいんですよ。このアキンタの場合さ、10位とかでしばかれたとしてもマイナスになるからな。とりあえずマジでトップ5には入りたい。じゃないと、もう発狂してしまいます。まあシーズンもですね、残り10日を切ったというわけで、まあ、非常にですね、こっから、まあ加速すると思うんだよね、みんなのレート上げポイントが。だからあんまり無駄にさ、なくすのもったいないじゃん。せっかくこっちもさ、時間は使っているんだから。なんだかんだ時間を使ってこうやってレ上げしてることを、まあみんなね、忘れがちになるんですけど、忘れちゃいけないから、それ大事だから。1分1秒を無駄にするやつはもうね、大切な女性なんて守れるわけないんで、女性だと思って接してほしいよね。ほんと時間っていうのは、時間と女性はもうイコールだからね、ほんとに。いや、イコールではないか、すまん、ちょっと嘘つきました。だいぶね、僕虚言癖ではないんですけど、嘘つくことがね、よくあるんですよ。なんででしょうね、多分虚言癖ってやつです。とりあえず今日はじゃあビゾンでも使うか。あー、久しぶりのビゾンです。はい、はははは。おお、俺のレートポイント溶かそうとしてくんじゃねえぞ、マジで。 AI ごときに溶かされるほどではないわ。あ、ちょっと待って、俺ビゾンじゃなくてやっぱベクター使おう。なんでベクター使うってさ、俺さっきね、ロイヤルチェスト、まあ適当に引いたんですよ。無料チケットがなんかもらえたんで。そしたらね、なんとですよ、この可愛らしいスキンが出てしまいました。このスキンかわいい、本当に。猫ちゃんの形になってるんだよね、このレッドドットが。やばくない？キツネかもしれません。キツネかな、これ。で、これ見て、ほら、めちゃめちゃ綺麗じゃん。本当にさ、やる気出してくれるよね、俺のやる気を。もう底上げしてくれるスキンたちが。もうスキンなしでは生きられません、本当に。もうこのさ、かっこいいかわいいスキンに囲まれて、僕は今日も寝ていくんですけれども、いや本当にね、幸せですね。このスキンたちが、まあ、僕のね、好みのおかげで、僕はね、夜ぐっすり眠れます。ありがとうございます。はい、さ、ということで、まあやっていきますか。くだらない話は一旦それぐらいにしておいて、なんかやり合ってるわ、あいつは。なんだ、AI 同士の戦いなんてマジでくだらないからな。いや、ワンチャン人か。マジ最近さ、人と AI の区別がつかないことあってね、スキンをつけてないね、プレイヤーっていうのも結構いるんですよね。で、なんか AI ちゃんのふりしてさ、マジでちょっと害悪なので、ちょっとね、縛いていこうかなと。うん、そういうね、AI のふりするやつとかは、もう俺一番嫌いだから、世界で一番嫌いなんで、憎き相手をしばいていきたい。うわ、これバイパーつけたらダメだ。せっかくのこのスキンの良さがなくなっちゃう。やめよう。バイパーつけるとね、何かいいことあるんですかって言うんですけど、みんなね、ADS の速度が上がるんですよね、若干。まあもうほぼ誤差ですよ。まあもう僕もね、上がるとは言われてますが、それが上がるのか、本当に上がってるのか知りません。まあそれぐらいね、まあビビたるものなんで気にしなくていいんですけど、まああとはね、俺さ、バイパーの方が当てやすいんだよね。レッドロットとさ、バイパーどっちが当てやすいって聞かれたら俺バイパーなんだよね。だからバイパー使ってる。まあそれだけです。まあただの簡単な話です。はい。まあ見やすさでさ、選べばいいんじゃないかなって思うんですけどね。まあみんなはレッドロット派か、バイパー派か教えてくださいよ。
僕は圧倒的バイパーなんだけど、まあこうやってスキンによってはね、バイパーはあえてつけないみたいなことも、しますね、よく。うん、やっぱあのレジェンダリースキンとかさ、このレッドドットが魅力的なスキンたちっていうのは、もうそれだけでね、敵を倒す前にこのさ覗くじゃないですか。そん時にやる気が上がってエイムがさいつもの 1.5 倍になるんで、もったいなくない？その 1.5 倍を取るか、それともバイパーの見やすさを取るか。なんか見にくいって言ってる人も結構いるんだけど、俺は見やすいな。うん、まあだからまあどっちでもいいんじゃないかなって、バイパーに関しては。はい、まあね、まあ皆さんもね好みですよ、もう結局な。好みとかさ直感っていうの、なんかあんまりさ理論チックにさゲームやっても面白くないじゃないですか。なんか使いたい武器を使ってでやりたい戦術取ってさ、それが不正行為じゃなければ何も咎められる必要ないと思うんで。なんか天下不武とかでもさ、まあみんな戦い方違うじゃん。アンチガイムーブする人もいれば、なんかそのイモる人もいれば、全然良くないって思うんだけどね。なんか僕ちょっとあまりさ詳しく知らないんだけど、なんか公式のさその YouTube チャンネルの生放送でね、イモってる人にイモんじゃねえとかいうコメントが流れたのかな。まあそういった事件があったらしくて、まあでもさ俺天下不武出たらな完全イモだけどね。俺もうドアまで閉めちゃうから、こうやってイモるからね。もうあとあっちのドアまで閉めちゃうから、ここのドアも閉めて、ここのドアも閉めて、でガラスは割らずにもうこんな感じでイモるんで。はい、まあそれぐらいにですね、芋は、まあ、別に俺はね悪いことだとは思っていない。だって芋に負ける人がいけないじゃん。そんな不正行為してるんですかって話なんですよ。でまあ正直さ PUBG はもう仕方がないと思う。その芋に関してもう早めにアンチ入ってさ、もう運ゲーなんで、アンチ入った家屋の角待ちしてんのが一番最強じゃない？違うの？いや分かんないけどね。まあその芋をさ覆すプレイヤーも中にはいるわけだし、まあグレとか火炎瓶とかスタングレネードとか、あとはスモークとか巻いてさ、まあ投げ物で工夫する人もいるし、まあ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 、みんなそんな熱くなんなよ。たかがゲームじゃねえか。でもこれはゲームであっても遊びではないからな。うん、命がけなんで、まあ皆さんね、あんまり軽い気持ちで遊んでるとよくありません。いや嘘です。まあエンジョイもいいし、ガチでやるのもいいし、芋もいいし、俺なんでもいいと思ってる。正直プレイスタイルでとやかく言ってる人はね、もうなんかさ、もうちょっと視野広く持った方がいいんじゃないかなって思いますけどね、個人的には。まあこれ個人の意見なんで、何か意見のある方はね、僕の YouTube のコメント欄で書いてください。まあ僕が適当に返信しますんで。はい、というわけで、まあ僕も好きにやらせてもらいます。はい、ソロなんでね。スクワットだったらまあやっぱり仲間と連携したりした方がいいと思うんだよね。だからまあなんかいろいろさあると思うんだけど、戦い方については。まあでもソロなんてもう好きにすりゃいいじゃん。自分のやりたいようにゲームができないのが一番ストレスでしょって話よ。しかもまあうん、なんでもいいよ別に。俺は全てを許容する。かわいそうじゃん。あ、なんかよくさ俺見るのがTDM とかさ、あとはなんだろうな、まあ、ステーション、まあ、タイマンとかでルールがある縛りとかに関してはさ、もうそのルールに従うしかないと思うんだけどさ、普通に TDM やってさ SMG とかさ SG 使ってるだけでさ、なんかとやかく言われてる人いるっぽいんですが、それに関してさなんでそんなこと言ってんのって思うんですけどね。面白すぎだろ。なんで AR が正義になってるんだよ。別になんでもいいじゃん、武器実装してんだから。なんかその大会とかでさルールが決まってるとかだったらわかるんだけど、普通にだってさ SG とかさ SMG の練習したい人もいるじゃん。でなんでその人たちがさステーションやっちゃいけないとか、なんか勝手にステーションを私物化するな。そういうことだろう。私物化すんな。でも俺はこのアキンタ自分のものだと思ってるんで、とりあえず僕ドンカツ取ります。はい、ここで自分がドンカツを取って証明してみせます。このアキンタは俺の庭だぞということをね。うん、というわけでまあまあまあアンチ入りましょうか。で人影見えてるんで芝子。はい、オッケー。なんかドローンが飛んでたけどさ、どこで飛んでんのか俺見てなかった。やべ、これまずいことになりそう。怖い怖い怖い。とりあえず補給物資取ろう。
あれだけは絶対に欲しい。ランキング第853位。世の中にはさ、補給物資よりもさ、欲しいものなんてね、いっぱいあるからな。まあでもゲームの中では、まあ、結構上位に入るのかもしんない。俺ギリースーツ着ません。なんでかっていうと、このスキンが目立たなくなっちゃうんで、僕やっぱさ、自分の好きな格好で戦いたいんだよな。アサシンムーブとかするときはね、まあギリースーツとかありだと思うんですが、基本的にさ、こう楽しんでるときに俺ギリースーツ着たくない。あとギリースーツ透けるから、結局透けるのが良くないんだよ。ギリースーツが透けるって何それって思わない？遠目でもさ、ギリースーツ反映されてるんだったら最強なんだけどさ。だからギリースーツのね、スポーン率をちょっと低くして、で俺なんとかギリースーツさ、遠目でも反映させられるようにさしてほしいわ。ガチで運営さん、この動画見てたら絶対お願いします。多分見てないんでしょうね。俺何回も言ってるからな。この件に関してはもう動画を通してこれで言うのね、150回目ぐらいなんで、150回言っても聞き入れられてないってことは、まあ、僕の意見が、まあ、通っていないか、それとも運営さんが把握してないか、まあどっちかですね。うん、まあ通らないよな、個人の意見なんて。一企業にさ、僕も会社でさ、いろいろ働いてますが、自分の意見なんてなかなか通るもんじゃないからな。あんまな、うぬぼれてちゃいけないんだ結局。ああ、僕もさ、なんか寝て起きたらチャンネル登録者数が100万人とかなってないかな。100万人のさ、ゲーム実況者がニューステのさ公式パートナー務めてたらさ、めっちゃ熱いよね。まあ海外ではそういった方もいると思いますが、その方にさ言ってほしい、ギリースーツの件。俺ちょっと連絡してみるわ。 100% さ、仕方されるわ。まあ、連絡する勇気もなければ英語力もないということで、この件は聞かなかったことにしてください。いつの間にかね、適当なことほざいてたら、なんとですね、敵が3人しかいません。どういうこと？よくわかりませんが、こういうゲームなんです。いつの間にか人がいなくなっているゲーム。はい。で、ここにはなんかいっぱいいろいろありますが、とりあえず拾わずに行きましょう。あと20円だけ欲しいな。マジ敵どこなんだろう、ようわからん。A ダボだけやめて。あんなところにバギーが止まってる。あのバギー怪しいな。怪しい匂いがプンプンするんで、あれ割っときます。さあ、ということでね、まあ、アンチも縮んだのでいました。あんなところにいたのかい君。あーやばい、見られてる可能性あんな。ちょっとある、ちょいだるちょいだる。待ってよ、あれバイク潰しておかないといけないね。バイクとあとバギーな、はい、潰しとこう。硬い硬い硬い。待て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 。買ったくね、バギーじゃなくてバイク。そんなタイヤ硬いの、ずる。待て待て待て、アンチ行こう。もうやだよ、そんなここで争ってる場合じゃないからな。マジで、めんどくさい。ちょ待ってください、あいつバギー使うじゃん、最悪だ。一旦行こう。さあ行ってらっしゃい。とりあえず見守るわ。あの人が行く先に僕も行くと。クリアリング頼むな。ありがとう。痛い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 、やめろよ。痛いってなんでだよ、車線切れてるだろうに。危な。さあオッケー、あと1枚はどこですか。まあグレネードでも構えまして、ここ投げときましょう。うい、飛べ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 、飛ばず。アイテムグレ投げてきやがった、怖っ。はい、とりあえず回りますよ、右へ参ります。多分もうここグレで飛ぶんだよな。グレをしっかりと設置してあげる。はあ、なんで飛ばないんだい。危ない、ちょっと敵どこ、こっち側にいそう、怖すぎ。別車線もさ気にしないといけないっていうね。あー危な、ほらね、いたでしょそっち側。怖っ、よかった、俺狙われなくて。ナイス、マジで俺狙ってんじゃねえぞ。あいつか、あれかな、ちょ分かんない、違うわ。いやーあれか、いたわ。最後はベクターで決めていきたい。あいつ俺のさこと気づいてないかもしんない。きたー、
ベクターチャンス来た。シュラウドベクター最強なんだよね。ふぅ、ということで最後はシュラウドベクタリングを決めてドンカツ取りました。ありがとうございました。めちゃめちゃ見やすかったです、このレッドドットサイト。いや可愛いよ本当に。マジニューステイトのスキンの話しか最近してない気がするが、こういうことなんだよね結局。うん、まあスキンによってね、まあ見やすさとか変わってくるんで、もう課金ゲーってことです。嘘です。いやーまあ別にそんな変わんないよな。ただモチベーション上がるだけってこと。まあ、僕はねスキンによってねやっぱあの強さ変わってくるんで、俺このスキンとめっちゃ相性いいのかもしんない。このスキンにしてからね、まだ負けを知りません。はい、もう連続ドンカツ目指して頑張っていきましょう。以上コンカリでした。じゃあな、ジジー。